気象庁は先ほど鹿児島県に記録的短時間大雨情報を発表しました鹿児島県屋久島町北部付近では午後3時までの1時間におよそ120ミリの猛烈な雨が降ったとみられ気象庁は記録的短時間大雨情報を発表しました 災害の発生につながるような短時間の大雨となっています。土砂災害や河川の氾濫に警戒してください。